はい、どうも、だらけです。今日も相場分析やっていきたいと思います。今日はビットコイン、リップル、イーサリアム、バットコイン、OMG、そして、リンクの方やってまいります。昨日ですね、一時、急反発してから、今ちょっとね、調整のターンに入っているという感じになっております。はい。で、明日、明後日はですね、月足更新、そして、もうすぐ週足も更新されるというところで、まあ、結構ね、値動きとしては、大きな値動きがある可能性もあると思っておりますので、その辺も含めて、解説していきたいと思います。で、今日は記事はですね、見出しを軽くね、さらっていきたいと思います。まずはエルサルバドルに行ってみたというね、まあ、これはね、個人的にちょっと見てもらいたい、ちょっと面白い感じの記事になっておりました。コインベース、銘柄新規上場の改善策を講じるということで、最近ではパレットトークンとかが、参入してきているやつですね。はい。で、OK コインジャパンにパレットトークン取り扱い開始へという記事だったり、楽天ウォレットの親会社が楽天証券に変更という見出しもありました。ゴールドマンサックスはビットコイン担保ローンを提供というふうに、まあ、これもポジティブな内容になっております。あとはですね、米超党派議員らが仮想通貨規制を明確化する法案を提出したという記事だったり、パナマで仮想通貨利用を合法化法案が可決。エルサルバドルの企業の5分の1支払い方法としてビットコインを受け入れているということで、まあ、普及を、ね、がね、結構されているよという記事だったり、ビットコインのハッシュレートが過去最高を記録、中国のマイニング禁止以来 400% の増加ということで、まああれだけ下がってからの上昇率ですので、まあ結構ね、まあリバル可能性はもともとあったんですけども、まあそれにしても 400% 並みのね、上昇率を、まあ、このハッシュレートとしては、起きているという形です。そんな中、500万付近で粘るビットコインですね、上昇なるか先週の暴落率と注目すべきトピックスということで、まあ意外とね、下がりはしたけれども、まあなんとか買い支えられてる感もあるよね、というような、話になっております。で、まあ昨日の記事になりますと、中央アフリカ共和国がね、ビットコインを法定通貨に採用というところで、まあ結構大きく取り上げられておりました。はい。まあ、そんな流れに、なっていますけども、相場としてはですね、ビットコイン冷やしから見ていきたいと思うんですが、まあ、そこそこね、利は起きていると。まあ、本当は、本来はね、この490万円台のこの辺を割ったら、ダブルボトム失敗に割るよって言ったんですけど、まあ、少し下抜けはしたんですけど、ただこの一発でね、一本筋でボーンと、またぶち上げてきたので、まあ、ここは一旦ね、見過ごしてもいいぐらいの勢いで戻してきたというふうに判断していいと思います。よってですね、少し、割ってはいたんですけど、このダブルボトムの線っていうところも、まだ見てもいいのかなというふうに思うんですが、やはりね、ネックラインであるこの頂点つけたのが550万円ですよね。ってなると、やはり上値が重いんですよ。これなぜかというと、やはりこの下降ラインと、550万ラインがこう交差するね、ちょうどこの辺に当たるわけですよね、今上がってくるには。やはりサポート帯がね、2本ね、重なるところっていうのは、まあ、非常に重く、意識されやすい場所にはなると思いますので、まあ、一旦そこまでの上昇はあったとしても、まあ、なかなかここ抜けるというよりは、一旦またね、調整深めに踏んでから、次のターンをまた待つみたいなね、そういった展開にはなるのかなというふうに思っております。よってですね、今買うのはちょっと中途半端で、一旦ぶつかってからの調整した場所で買って拾っていくか、まあ、もうちょっと待ち続けて落ちてきてからの、一旦ね、拾っていくかで考えていいと思いますので、今は、まあそのトレードに入るとか、いう段階ではなく、まあ、もうちょっと様子見していいのかなというふうに思います。短中期に関してはそうなんですが、まあ、長期ロングで、まあガチ放税に、移行したいなという方はですね、まあもう今から買ってもいいんですけども、まあせっかくなら安く買いたいなということで、まあもうちょっと時間にね、余裕が持てる方は、もうちょっと、まあ長期の方もですね、しっかりした指標のところで買ってもいいのかなと思います。急ぐ必要はないということです。買ってもいけるんですけども、将来的に見たら。
買ってはいけるんですけども、まあ、せっかくなんでもうちょっとちゃんとしたとこで買っていってもいいよねっていうところです。はい、続きましてリップルですね。はい、リップルはこのねダブルトップですね。ダブルトップ終わってからのこの開始ですよね。はい、綺麗に、ダブルトップで、この中でもダブルトップしてるわけですね。中期的なダブルトップに加えて短期的なダブルトップも、起きているというところです。落ちてからですね、レジサポ転換が起きてからまだね上抜け出てないという形になっておりますので、まあとにもかくにも、85円ラインを一旦上抜けして、ここでサポート台作ってくれるようであればいいんですが、まあこのままちょっとうよいよしてね、上値を重くするような形を見せていくのであれば一旦下を試すと思います。その時はこの上昇トレンドですねの下限タッチで反発するのか、もしくは下抜けるのかっていうところが、まあ、非常にね見どころになってきますのでそこはしっかり、チェックしておいた方がいいかなと思います。一回落ちてきてタッチしてリバるのであれば、まあ、ものすごく買い場にはなると思います。ただ下抜けるようであれば、まあ、ちょっと手をつけられないねっていうところで見とくという形でいいと思います。まあ、今から落ちてくるってなると RSI 的にもですねやはり売られすぎ水準までいくので、まあ、このタッチのタイミングぐらいで、まあ、結構強いリバーは可能性としてはありますね。結構強くリバーってからの、まあ、一旦上をね上限を目指すぐらいの大きな一旦ね、リバーは来てもおかしくないと思いますので、まあそこまで待つ、もしくは、まあ今から買いたいなと思う方はですね、損切りラインをこの上限下限のところですね、を落ちてきたら損切りできる方はですね、許容できる方は、まあ今から貼っといてもいいのかなと思います。まあチャート的にはね、このネックラインを上抜けしてから、そこで買っていくっていうのが、まあ、いいようにも見えるんですが、もうボラティリティが小さいのでね、まあ、この辺の値動きでどうのこうの言っても、もうこの三角持ち合いのもうセンター部分に徐々に迫ってきておりますので、急ぐ必要はないけれども、まあ、今買っといても、まあ、さほどね、問題はないというふうに思います。まあ、今、73円でしょ。ちょうど10円幅ぐらいですね。損切りがちょうど10円幅ぐらいになりますので、それぐらい許容できる方は、まあいいと思います。はい。じゃあ続きまして、イーサリアムですね。はい。イーサリアムに関しても、一応ね、この三角持ち合いになってて、で、まあ短期的なね、この下降ラインをまた形成していますよね。こうやってね。っていう状態です。で、まあ、もともとあった、このダブルボトムのネックラインはしっかり割ってきたんですが、まあ、昨日も言った通りですね、まあ、一本線で一応上抜けてきた。そして、大陽線作ってからの今調整っていうところで、まあ、これに関しても一応ね、しっかりと、まあ、このネックラインを上抜けしたっていうことで、早い段階でね、まあ、ダブルトップの線、ダブルボトムですかね、の線は、まあ、一応考えておいてもいいと思います。で、まあ、それよりも直近にこのね、下降ラインがありますので、まずはここを上抜ける。第一段階の壁。第二段階がこのネックライン。そして第三段階がこの下降ラインということで、まあ、この三つのね、壁っていうところをクリアしていただいて、その、クリアした場合はですね、結構跳ねると思いますけども、まあ今のところここを全部ね、抜けるぐらいの勢いはないかなと思います。まあただし、このダブルボトム、これを描いてからの、このネックライン上を上抜けて上昇ですね。ここを抜けた場合は、ワンチャンこの下降ラインも上抜けるぐらいの強いね、上昇が来る可能性も全然あっていいのかな、というふうに思います。ですので、まあ予想としては、一応こういうね、下降ラインがあります。で、今からこのダブルボトムですね。まずボトムのこのネックラインを上抜けして、この勢いで、一応この下降ラインも上抜け、上抜けしたら結構大きめに売り叩かれて、まあ、ここは今度サポートに変わるみたいなね、展開で横横するみたいな、展開はあるのかなと思います。で、そのうちまた跳ねるか、下げるか、
ていうね、どちらに行くかみたいなね展開で、うん、僕は一応そういう形で考えております。まあ、もちろんここから落ちるパターンもあるんですけど、うん、まあそこはそこでね、結構サポート隊結構ね横軸で見たらありますので、まあそこの落ちてきたらその時はねまた相場分析やっていきたいというふうに思っております。はい、続きましてバットコインですね。バットコインはこの上昇トレンドを割ってからというものを裏タッチですね、この裏タッチの形になっているで今度はこの下降ラインもこうやって迫ってきているので、上昇トレンドのここが裏タッチでね推移していたんですけども、まあ今もじわじわとこう下げてきているわけですねですので、うん、バットに関しても今のところはちょっとね、うん、もうちょい見といた方がいいですね。直近の最安値出す64円とかですね、71円付近を目指してくる可能性ありますので、まあ、直近はこの74円付近ですね。74円か。はい。はい。この辺を目指してくる可能性を見とくと、今は手をつけずに落ちてきて、ストンと。一旦押したら、まあ、ここでね一応一旦の買い場で見といていいと思います。まあ、ただここも下抜けるってなると一旦のお手上げですので、まあ、そこをしっかりね、チャートを見れる方は、いいんですが、うん、まあ、無理に買わなくてもいいのかなっていう感じですかね。うん、この下降ラインをしっかり上抜けしたら、まあ、買っていってもいいのかなと思いますけども、まあ、今のところはもうやはり上昇トレード一旦割っておりますし、まあ、結構な、ね、勢いでポンと今落ちてますので、まあ、一応買い場としては直近の最安値付近に設定しておいて、まあ、あんまり大きな量は入れず、ちょっと様子見しながら、まあ、ちょっとだけね、トレードするで、まあ、上昇波が来たら、まあ、そこでもう一度ね、もう一玉ぐらい入れていって、まあ、そこの加速にね、乗っかっていくという形でいいのかなというふうに思います。はい。じゃあ続きまして、OMG ですね。はい。OMG も、近々のここ3日間のぐらいの間にね、こうやって落ちてきました、上昇トレンド。で、落ちてからというものを一回大きくリバったんですが、やはりこの上昇トレンド、が今度レジスタンスに変わって大きく上髭をつけて陽線では終えたんですが、まあ、結構落ちてきた、で今回はまあ陰線になっているというところで、まあ、これに関しても、まあ、今ちょっと手をつけきれないというか、まあ、つけにくいねチャートにはなっていると思います。直近の最安値である514円、この辺を割っちゃうともう一旦ね手放した方がいいと思いますので、まあ、ここに這いつくばってる間はちょっと様子見して、で、落ちてきたら、もう本当にちょっと一旦お手上げみたいな感じで思っておいていいと思います。まあ、どちらにしても買うべきではないというところですね。はい。まあ、僕は言っておりましたよね。いろんな、損切りパターンあると思うんですが、まあ、ここをね、一旦下抜けたら、一旦手放してもいいよと言っておりましたので、まあ、今のところはですね、まあ、それが続行かな。うん、そのままの戦略でいいと思います。はい。まあ、ビットコインとかね、イーサリアムが上げてきてからね、そこで判断しても遅くはないコインではあると思いますので、まあ、今のところは、まあ、そういった形で、手をつけない。そして、落ちてきたら、それだけ落ちきるところまで見届ける。これでいいと思います。はい。じゃあ、続きまして、リンクですね。はい。一応リンクも上昇トレンドがこうあったんですけど、まあ、これちょっと今書いてなかったんですけど、こういうね上昇トレンドがあって、まあ、先ほどの OMG とね似てるんですが、まあ、ここ落ちてから這いつくばって、レジスタンスに変わってたんですけども、今今度はじじじ下げてきている。で昨日おととい、3日前のね下落で一気にポンと大きく落ちた。まあ、この辺の実体戦レベルでね、レジサポされているとか、ここでサポートされているみたいなね、そのラインのところまで落ちきって、陽線2つ出てきたので、一旦反発を見せているという形なんですが、まあちょっとね、反発の勢い弱いと思いますし、やはりこの上昇トレンド落ちてきているという点と、まあ、この下降ラインがありますので、ここをまだね、全然上抜けしきれてないという点を考えると、まあ、今のところ、これにか、リンクに関してもちょっとね、手をつけづらい。うん。まあ、そんなチャートにはなってんのかなというふうに思います。
短期的に言ったらね、こういう下降ラインも引けると思いますので、まあ、まずは第一段階としては、この短期的なこの下降ライン、ここを上抜ける。そして、ずっとね、引かれているこの大きな下降ラインを上抜ける。で、あとはこのね、上昇トレンドがありますので、まあ、ここのね、裏タッチをまずね、意識されるのかっていうのをこう探りながらぶつかって、で、落ちてきたらやはり気にしてんのかで、一部利確していいと思いますし、ここを上抜けるのであれば、いやそれだけ強いね、上昇が来ているという認識に変わっていいのかなというふうに思います。ですので、まあ、もう現物をね、もう下の方で持ってる方は持ち続けてて、まだいいし、まあ、まだ持ってるべきだと思うんですが、まあ、これから参入しようかなという方に関しては、もうちょっとね、日を待ってから、もうちょっと値動きをね、しっかり、どちらかのね、指標にしっかりと、アクションを起こしてもらってから買っていく方が、まだ安定的かなと思いますし、まあ、損切りもね、あんまりしないで済むような、戦略っていうものを作っていけるかなと思いますので、まあ、続落の可能性もある限り、今はちょっと、買いづらいかなというふうに思っております。はい。そういう感じでね、今日も相場分析やってみました。まあ、全体的にはね、そんな目線は変わってないんですけども、まあ、その、アルトコインのサブ的なね、コインとかは特にそうなんですけど、まあ、ちょっとね、今はちょっと買いづらいような、形にはなってきてるけども、まあ、もちろんビットコインとかに起因して、こうやってね、価格を引っ張られる可能性もありますので、まあ、その辺を加味するとですね、一概にテクニカルだけでも話せないというふうになりますので、まあ、一応指標としてはこうやってね、バチクソに効いてたりしますので、レジスタンスが効いてたり、サポートが効いてるラインだったり、まあ、いろんな、情報は得られますので、必要ではあるんですけども、すべてをファンダメンタルとか、すべてを、テクニカルとかにね、集中して考えるのは良くなくて、どちらも柔軟に判断した方がいいのかなと思っております。はい。ということで、ちょっと長話になりましたけども、今日もね、最後にルーレットやって終わりたいと思います。今日の動画が良かったと思う人は、チャンネル登録といいねボタン、通知ボタンよろしくお願いします。僕がいつも使っている取引所はビットバンクとコインチェックになりますので、概要欄の方に、載せておきます。はい。ということで今日も最後にルーレットやっていきたいと思います。昨日は爆上げって言ってたんですけども、爆上げじゃなかったですね、今日は。はい。それではいきます。また爆上げですね。どんだけ爆上げをしてくるのかって感じなんですけども、まあ一応週足変わるとかですね、月足が変わるとか、まあ間近に迫ってますので、まあここキンキンのね、相場分析、特に僕の動画も含めて、注目していただければですね、少しは参考になるかと思いますので、ぜひ登録の方よろしくお願いします。はい、それでは今日もね、この辺で終わりたいと思います。